さっきから何か話したいことがあるみたいだね。ずっと黙っているから退屈なのかと思った。さっき見た花の名前のこと？それとも僕が君をここへ連れてきた理由かな？そんなに遠慮しなくても、言いたいことがあるならはっきり言ってくれていいんだよ。それとも、どうすれば心の内をもっとうまく隠せるか教えてあげた方がいい？うん。前にもそう言われたことがある。君は何でも顔に出るから、特に感情が読みやすいのかもしれない。いないね。読めないというより、興味を持てない相手ならいるかな。シモン大先生？面白いあだ名だね。講義？また僕を誰かと勘違いしているのかな。それは別の時空で出会った僕？あそこに行ってみよう。たこ揚げしたくないの？まだこの先にも屋台があるから覗いてみようか。
確かに。じゃあ、こっち側にしよう。この先の道は苔が多い。手をつないでいた方が安全だ。そう？虫がいても気にしないのなら、それでもいいと思うよ。少し休もうか。山頂までまだある。顔が真っ赤だから疲れているのかと思った。邪魔するのはやめよう。価格を客に決めさせるのは賢い方法だと思うよ。どれか一つ選んで。推進力が少し足りていないだけだ。かつての君のようにね。ありがとう。大事にするよ。
僕がやる。危ないと分かっていて、どうして僕を助けようとしたの？二人一緒に怪我をした方が良かったの？もう少し自分を大事にしてほしいものだね。自衛意識の低さはクイーンにとって致命的だ。もちろんクイーンだよ。どうすれば僕の言葉をそんなに信用できるのか教えてくれる？できればそういう洞察力は他の場所で発揮してもらいたいな。そうすればきっと僕の計画や君の未来の選択に役立つはずだ。でも僕の計画には君が必要だ。ずっとこのままでいたいというのなら、それでも構わないよ。
もちろん、クイーンの悩みの種を取り除いたんだよ。この先も僕たちが協力し合う場面はいくらでもある。